ダーシャ様指令です。我が輩の名をもう覚えてくれたかな。はい、上から読んでもトンマのマント、下から読んでもトンマのマント、いいお名前。これは昔々の大昔、まだ地球が誕生したばかりの頃より我が輩が書き記したる長い長い歴史書なのである。もう何度も伺っております。しかる、我が輩が書き記した歴史と実際とが違ってしまったのである。それももう何度も。うるさい。この我が輩の歴史書によれば、1492年に新大陸を発見したのはコロンブスではなく、我が輩の遠い親戚のハトコのいとこで、スペインのグラナダにいたドロンブスという男なのだ。いや、そうなるはずであったのだ。それがならなかった。そこでお前たちはこの本の通りにするため、スペインに行き、新大陸発見者をコロンブスからドロンブスに変えるのだ。つまり、早い話が歴史を変えに、ずーっと過去に行くんやな。ドワルスキー、ちっとも早い話じゃないじゃないのさ。でも、コロンブスをドロンブスにするなんてちょっと無茶じゃありません？無茶でもよい。すべての歴史が我が輩の歴史書通りになったとき、お前たちの夢も叶い、最後のページに燦然とその名が書き記されるのである。つまり、私たちが歴史上の人物として残るんですね。アターシャはクレオパトラや楊貴妃も目じゃない絶世の美女、ジョコビッチはアインシュタインの足元にも及ばぬ大科学者、ドワルスキーはヘラクレスも問題にしない史上最強の英雄としてだ。よいか、お前たち、タイムパトロール隊員の地位を利用して、すべての歴史をこの歴史書通りにすることだ。はい。かい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 。報告しよう。キネボットはトンマのマントの通信を受信すると体中にショートが起こるのである。キネボットの開会ダンスが始まったわよ。うん、またトンマのマントの謎の通信をキャッチしたんだ。地球のオブスを下に見て、今宵も磨く玉の肌、私はターシャ宇宙マブ、胸に抱くは愛しいあなた。アターシャ様、アターシャ様。あえっ、寄るな、触るな、こっち見るな。いやー、もうめちゃめちゃやん。もうあのね、トンマのマント様の通信が入ったんですけど。なんでそれを早く言わないの。でぇーぎゃー、目にしみる、何も見えへんで、ね、ぎゃー、ブレー。上から読んでもトンマのマント、下から読んでもトンマのマント、我がトンマの歴史に不可能はない。ジャマー。さて、我が輩の可愛い忍び、お邪魔マンたちをよく聞け。今回の指令を伝え。時は1812年12月、時のフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトはロシアを攻めたが思うに任せず、食料も尽きてフランスへと大軍を率いて戻ろうとした。が、戦の天才と言われたナポレオンも冬将軍には勝てず、多くの部下を失いつつ、やっとパリへ帰り着いたという。だが、我が輩の記した歴史書では、ナポレオンはパリには着かず、一人他国へ逃れて、しこしことワイン作りに励み、巨万の富を築き上げたのである。やるさー。すがてばね。この巨万の富こそ、我がトンマ資金の財源となるべきものであるからして、歴史を我がトンマの歴史に変えねばならない。そしてその名を最後のページに燦然と輝く美女として、天才大科学者として、世界一の英雄として、いざ行け、お邪魔マンよ。お邪魔じゃが。では成功いい、乗るぞよ。かいかいかい、あーかい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 。トンマのマントからの通信が入ると、体中がショートしてかいかいダンスを始めるヒネボット、彼にだけキャッチできるのである。
我輩、上から読んでも下から読んでもトンマのマントである。さてこれは地球が誕生して以来今日まで長い年月にわたって我が輩が愛を込めて書き記した歴史書なのである。だが実際の歴史と我が輩が記した歴史とが違ってしまっているのである。我が輩が書くあるべきと書き記した歴史書によれば、1810年あの偉大な作曲家ベートーベンは我が輩のために交響曲を作曲していたのである。知らんでそんな曲。僕ちゃんも知らねば教えてやろう。歴史は夜作られる、弁当は朝作られる。これは大重交響曲夜の帝王トンマのマントのためにだ。で、命令とは私たちをしてベートーベンにそんな曲を作らせようというわけでは。そんな無茶な。無茶でもよい。全ての歴史書が我が輩の歴史書通りに変わった暁には、お前たちもスーパースターとして最後の1ページに参戦と、まあ、その名をとどむことができるのだ。アターシャは世界一の絶世の美女として、セコビッチは今世紀最大の天才科学者として、ドワルスキーは誰にも負けない世界最強のヒーローとしてだ。美女では成功を祈るぞよ。あかいあかい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 。あ、またトンマのマントの通信が入ったらしいぞ。トンマのマント、お前もう。いや、まずいですよね。こいつがいたら我々の正体バレちゃいます。分かってるよ。ねえ、劇が好き、タバコ買ってきてくれないか。はい、アターシャ先輩どうぞ。あら、早いんだね。早く。ドワルスキー、早くなんとかおしよう。あの、おタバコは。あら、出てくるって。ギャーオーラ嫌い。あら、アターシャ先輩、おタバコ。だっ、お邪魔マンたちよ、よーく聞け。この男は我が輩が送り込んだ根っからの悪なのだ。我がトンマのマントの歴史書の最後の余白に加えておいたものである。なんだ、そうだったの、焦っちゃった。はっ、よろしくお願いします。さて、今日の指令は我が輩の父の妹の。また始まった。赤の他人のアルカポネのことは知っておるであろう。わい、でも知ってるがな、シカゴのギャング王や、アンタッチャブルの FBI に捕まえられた悪いやっちゃ。どうもらっしゃい。そんなことは嘘も大嘘。我が輩の歴史書によれば、カポネは禁止法という馬鹿げた法律で酒が飲めなくなった人々のために酒を作ってやり、 FBI に捕まるどころか逆に叩き潰した正義の味方なのだ。ものすごい歴史ですね。1932年のシカゴに行って我が輩の歴史書通りに歴史を変えてくるのだ。無茶やで。無茶でもよい。最後のページからお前たちの名前を消してやってもいいんだがな。やりますよ。では成功をちょっぴり期待する。かい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 、またトンマのマントからの通信だ、ボット。大丈夫ですか、アタシャ様。ああ、この辺がもう少ししびれてるみたい。ここ出来が好きにちょっと揉んでもらおうかな。承知しました、お任せください、アタシャ様。お言葉ですがね、アタシャ様、見習いはあくまで見習いであって、デシャバルにはまだ早すぎると思いますけれども。あら、肩揉んだりするのは見習いの仕事じゃないのか。いいえ、肩を揉むってことはボディタッチであり、すなわちそのような素晴らしいこと、失礼なこと見習いにやらせるわけにはいきませんの。したがって80年代行動の男であるセコビッチがお触り、いやー、重みいたしますな。発想がよし。はい、たったん。翔くん、トンマのマントのコールのしびれ具合は快適だったかな。では、さっきのビリビリビリ。さよう、我が輩の愛のコールサインじゃよ。さて、本日の指令だが、我が輩の歴史書によれば、様々な新発見をしたとされておる、かの偉大な科学者ガリレオは、実は何にも発見などしなかったのである。よく聞け、1589年のイタリアはピサに行って、我が輩が書き記した通りに歴史を変えるのだ。よいか、
すべての歴史が我が輩の歴史書通りになった暁にはお前たちの名前は歴史上の人物として燦然と輝くのである。私は全世界の男に貸し付かれる美女。僕ちゃんは世界的に有名な大科学者。ワイは史上最強の英雄。三人揃って歴史上に輝くスーパースター。では成功を祈るぞよ。ラナちゃん、ネボットの開会ダンスだ。トンマのマントの通信をキャッチしたのね。ごまたい。ごめんちゃい。二人とも何やってんだい、寝ぼけた顔して。だらしないね。うん。ん？ぬぬ。アテシア様こそ何ですか、その格好は。ん？あ、これは、邪魔。で、こんなこともあろうかと、ちゃんとパジャマの下に行ってるんだから。ぼれー。上から読んでもトンマのマント、下から読んでもトンマのマント、何はなくともトンマのマントである。例によって例の通り、地球の歴史を我が輩が書き記した通りの歴史に直すため、出動してもらわねばならぬ。時は、1863年の北アメリカ。時の大統領リンカーンの奴隷解放宣言に端を発し、綿畑の栽培に奴隷を必要とする南部各州は、リンカーンと対立して兵を挙げた。いわゆる南北戦争である。ミシシッピー川を挟んでの大激戦は、北軍の圧倒的勝利に終わり、その年の11月19日、激戦地ゲティスバーグにおいて、リンカーンはかの有名な正義の演説を行った。だが、我が輩のトンマの歴史では、リンカーンは正義の演説どころか悪の演説をし、南北戦争を果てしなき泥沼の戦いへと導くことになっておる。いざ行かんお邪魔マンどもよ。我がトンマの歴史に燦然たるその名誉を知るさんがため、立て行け進めわがしもべどもよ。あら、ナナちゃんがいるで。じゃ、中にいるのは？だあ、ひねぼっただった。ブリー。うわ、かいかいかい。あ、ナナちゃん。どうしたの、ひねぼっと。かい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 。また、トンマのマントの通信だよ。また入ったのね。お前たち。トンマのマント。ぶっちんと。遅いぞ、お邪魔マンたち。我が輩の不細工で醜い使用人ども、よーく聞け。我が輩の核あるべきという歴史書によれば、生涯を昆虫の研究に捧げたファーフルは水虫の研究をしていたことになる。水虫？そんなバカな。黙らっしゃい。ろくに仕事もできないお前に何がわかる。いいえ、その水虫は昆虫ではありませんから、ファーブル先生がそんなものを研究する恥がないと。黙れ黙れ黙らっしゃい。お前にはわからないのだ。このトンマのマントだけが知っている、誰も知らない我が輩だけの秘密。とにかくファーブルは水虫昆虫記、水虫はファーブル、ファーブルは水虫だった。わかったな。どうだの。水虫がかゆい。かゆいだろう。だからよく聞け。必ずファーブルに水虫の研究をさせるのだ。そして水虫を治す薬ができれば、世界中に飛ぶように売れ、我がトンマの資金も十分潤うのだ。よって我がトンマの歴史にその名は、史上最高の美女として、天才大科学者として、世界一の英雄として、立派なお邪魔マンとして、燦然と輝くであろう。行け、お邪魔。ひねぼっとの開会ダンスよ。トンマのマントの通信だ。おい、あいつら集合の時はいつも遅いけど、トンマのマントの通信の時はどうして早いんだろう。アホのやることはわかんないわ。
あ、セーフ。間に合ったまんねん。うるさいよ、もう。わー、気味悪。怒らないと。女は笑顔が一番だって心の人が言ったんだもん。あ、それ僕ちゃんの写真でしょ。いやー、ワイの写真に決まっとる。めへて、めへて。やめ。やめ。本日の命令を伝えるぞよ。お邪魔。はい、しもべお邪魔マンたちをよーく聞くのだ。我が輩が書き記した最も正確なトンマの歴史によれば、1911年12月14日、この日こそ重大な日なのである。よく飽きないね。もうまた始まっちゃったよ。この日こそ我が輩のいとこのハトコの赤の他人の南太平洋のヤッチャ島の主永来大衆長が世界で最初にソリで南極点を征服した日である。そりゃおかしいわ。世界で一番最初に南極点に立ったのはノルウェーのアムンゼンだってうちのばあちゃん言ってたわよ。だまらっしゃい。耳の穴かっぽじってよーく聞くがよい。アムンゼンはヤッチャ島の永来州長と南極点到達の競争で失敗した上、氷のクレバスに落ちて永遠に氷漬けになったのが真実である。そんな無茶な。無茶でもよい。それができないのならお前たちの夢もそれまでである。夢って私がクレオパトラより美人っていうあれの。僕ちゃんはエッソも目じゃないほどの世紀の科学者っていう。ワイはヘラクレスもヘのカッパっちゅうほどの大英雄っちゅうや。やりまーっちゅう。僕ちゃんだってやりまっしゅう。ワイもやりますがんの。お邪魔マンたち、諸君の成功をちびっと期待する。お邪魔。私お前を見直しちゃった。あーうれー。いえ、そのつまり見習いとして当たり前のことをしているだけです。さあどうぞ。憎い憎い憎い、僕ちゃんよりせこいんだから。せやがな、ワイらと別行動してあたし様にごまつるっていう根性が男らしゅうないねん。だからあんたか言って本当は焼いてんだろ。素直になったらチューしてやってもいいんだよ。僕素直になる。ワイもなる。ほら来た、うんうん、はい、それもレッツゴー。我が輩、毎度皆様おなじみのトンマのマントである。可愛いしもべお邪魔めよ、よーく聞け。今日の指令はと、トンマのマントはんももはや老人性健忘症やわ。やまらっしゃい。我が輩はまだ、まだ、おー、これじゃ。さて中国は唐の時代、世界一の美女と言われた良き日は。まあ悔しい。私よりも美しい女が世界にいたなんて。ほんま、話は最後まで聞き。良き日は幻想皇帝の妃として、また悪女として知れ渡っており、しかし我が輩の歴史書によれば、幻想の妃は良き日なんかではない。それどころかもっともっと美しく優しい女性が妃になったのだ。ここでお前たち745年の唐の国に行って歴史を変えてくるのだ。おうじゃ、成功を祈るぞよ。そんなこと言っても良き日以上の美女を探すとなると大変。セコヤもそう思うやろ。あー、どないひょ。そんな女の人いますかね。ないか。よし、こうなったらもうお前たちにつべらこべら言わせないよ。おお、こわー。あたっしょ、自らの信じた道を行く。ガチ、これで良き日より優しく美しいなんて。幻想の妃になったら心の人が泣きますよ。うるへえ、そん時はロケットの中身をね、変えればいいんだよ。なんたるショック。あんたやおまへん、ショックわてやがな。報告せねばなるまい。この二人はロケットの中の写真が自分だと思い込んでいるのである。
さあ、ぐずぐずしていらんないよ。仕事仕事。はいはいはい。はいはい。はいはい。かいかいかい。なんだ。かいかい。またトンマのマントの通信だもっと。あ、かい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 。失礼だ。へい、急げ。パトロンさん。おいおい、先輩を出し抜くな。出し抜いちゃいかん。我が輩トンマのマント、かわいいしもべお邪魔マンども。はい、上から読んだらお邪魔マン、下から読んだらママやディオ。下から読まんでもよい。さてお邪魔マンよ、今日の指令だ。お前たちはアラビアのロレンスという男を知っておるか。ああ、良い男。知ってましたも、敵の要塞に一人で乗り込み。アラビアのファイサル王子を助け出し、アラビアの独立のためにずーっと戦ったかっこいい男の中の男。黙らっしゃい。こんな奴は英雄でもなんでもない。我が輩の歴史書によれば、敵に捕まったロレンスは牢の中で命乞いをし、泣いて謝った弱虫な男なのだ。ひどい歴史書書いたね、あんたも。なんだと。カニ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 、あい、あいてえな。ないいか、やつはアラビアのロレンスではなくて誤りのロレンスと呼ばれるはずだった。よいな、1915年のアラビアへ行き、ロレンスを牢の中へぶち込むのだ。おうじゃまん。ではおごめんさらば。言ってるな、もうなんてひどいカニでしょ。もうカニしないよ、ほんと。ブレー、カニドンキ。トンマのマントからの通信だ。さあ、早く君たちも。あれ？かいかいかい。はじめて、滑り込みセーフ。タッチアウト。ブレー。そんな、ねえ、セーフで。セーフ、セーフ。小ざかしいわい。我が輩がアウトと言ったらセーフもアウトだ。さて、今日の指令だが、かの有名なエジプトの女王クレオパトラがシーザーを振ることにある。え、だってシーザーはクレオパトラの恋人だったんでしょう。そこが違う。我が輩の歴史によれば、シーザーはクレオパトラに振られたのである。もうなんてこと、生意気な。もクレオパトラなんて私に比べたら突き出せっぱじゃないのさ、女っち。あのね、ちょっとアタシア様、よくお考えにならないと。え？え、クレオパトラといえば世紀の美女ということは、どう見てもあちらが月。しゃらけ。私がスッポンであるわけがないだろうが。やめー。紀元前48年のエジプトに行って、我が輩が書き記した通りに歴史を変えてくるのだ。おじゃまー。ではおごめんさらば。あー、腕がペシペシとなっちゃう。クレオパトラの鼻をへし折って歴史を変えたろじゃない。嫉妬が闘争心を煽り立てるんですよ。あー、やだ、女って怖いね。ん、なんか言ったかい、セコピッチ。え、あ、盗難長官のお呼びよ。かい、うわ、かい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 。え、トンマのマントからの通信。かいかいかい。トンマのマントからの通信だ。え、揃ったな、お邪魔マンどもよ。我が輩、上から読んでも下から読んでもトンマのマント、英語で読んでも中国語で読んでもトンマのマントで。さて、お前たちはロダンの考える人を知っておるか。もちろんロンちゃんよ、悩み狂っちゃってる男の聴覚でしょ。ところがだ、我が輩の歴史書によれば、彫刻家ロダンが作った考える人には、我が輩の親戚の愛犬ドロンも一緒に掘られていたのである。犬が？さよう、犬がだ、ドッグがだ、これこの通りのワンちゃんだ。そんなことってあるかしら。黙って聞き。あの考える人は犬とにらめっこしていただけなんだ。つまりにらめっこする人だったわけだ。アップルと。おーぶりー、毎度ながら無茶な歴史でんな。黙らっしゃい。ろくな仕事もできないお前たちに何がわかるものか。よいか、1880年フランスはパリに行って歴史を変えてくるのだ。おごめんさらば。おーじゃまー。ほら、お前もやるんだよ。はよ、行け行け。さっさと行け。キネボットの解体ダンスだ。トンマのマントの通信をキャッチしたのね。
我が輩の愛しいしもべお邪魔マンどもよ、遥かなる銀河の彼方より指令の頼りだ。はあ、はあ、殺して聞け。時は1795年のハワイ諸島はオアフ島、時の英雄カメハメハ大王はハワイ伝道を統一しようとしていた。しかし我がトンマの歴史には、大王はハワイ全土の統一も忘れ、亀の歯をはめくみ、亀の背中に乗って竜宮城へ行き、乙姫様と夫婦になったという。そりゃ無茶やがな、カメハメハ大王が竜宮城行ったやんなんて。黙れ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 、黙っててね。だが地球の歴史には、この亀の歯と竜宮城のことが扱われていない。じゃによってお前たちは、即刻大王に近づき、我が輩の歴史書通りに変えてくるのだ。我が輩大王の口にはめ込むべき亀の歯を用意した。これを持って直ちにワッコへ向かえ。おじゃまん、トンマのマントの指令だよ。我が輩の可愛いしもべおじゃまマンどもよ、今回の指令を伝え。時は紀元752年4月、ところは日本、奈良の都は平城京、今まさに東大寺では、歯の有名な大仏が完成線としている。じゃあ、私は様、すごいメカですね。あの大きさ、あの重量からすると100万馬力はありますよ。動力はやっぱり原子力かな、それとも焼き玉エンジンかな。あれがロボットか、もう受けようと思ってせこい心が見えちゃった。ブレー、ところがだ、我が輩が記した歴史書によれば、大仏は逆立ちして悪寒兵衛をしていなければならんのだ。え、逆立ち悪寒兵衛。大仏は4月9日に一般公開され、世の人の目に触れることになっておる。その開眼式までに逆立ち大仏にすり替えねばならんのだ。行けお邪魔マン、歴史にその名を記さんがために。お邪魔、トンマのマントからの通信だ。止まりはれ、トンマのマントめ、勉強はここまでだ、出動準備。はい、それなんで僕ちゃんだけ毎回こうなるの。もう痛い痛いよ。おいサッチ、よし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 。あの、もしもし、トンマのマント様はいらっしゃらないですか。あらー、びっくりするじゃない、もういい歳なんだから遊ばないでよ。どうだ、少しはそのたるんだ神経がシャキッとしただろう。そのままの神経で今日の指令をよーく聞け。さて、幕末の京都に新選組という侍の集団があった。近藤勇を局長に、土方歳三、沖田総司らが中心である。まあ、沖田総司ってあのハンサムで有名な。我が輩の核あるべき歴史書によると、新選組はスエズ運河を掘る工事に雇われて働いたことになっておる縁やこら。また変なことばっかり。どうして毎回変ってこんなことばっかり考えるんだろうね。うるさい、よく聞き。新選組はそのスエズ運河での工事をきっかけに、世界的大土木工事会社新選組となるのだ。いいかお邪魔マンたちよ、失敗ばかり繰り返しておると、お前たちの未来がどういうことになるか分かっておるのか。アターシャは誰にも相手にされないひねたばあさん、セコビッチは名もなく貧しく汚いだけのセコいじいさん、ドワルスキーは超肥満体の怪物にだ。そうなりたくなかったら早く行って歴史を変えてくるのだ。ではおごめんさらば。キネボットが解体ダンスを始めたぞ。またトンマのマントか。上から読んでも下から読んでもトンマのマント。トンマのマント様、今日はね、むしゃくしゃしておりますので、なんかスカーッとする悪事でも。よくぞ言った。今回は最も重大かつ重要な使命を伝える。心を一つにしてよく聞け。今回は絶対に失敗は許されない。よい、ここだここだここだ。大きいは1837年デンマークにアンデルセンというものがおる。アンデルセンならよく知ってるわ。マッチ売りの少女も書いてるわ。醜いアヒルの子もそうやら。即興詩人もです。そんなことはどうでもよい。
我輩の記した最も正確な歴史書によれば、その年アンデルセンは童話を書くのをやめて我輩のひ孫で本間込の見せ物小屋を経営するトンデルセンと一緒に人魚使いになって大儲けした。また無理なことよく言うな。人魚なんてこの世にいるわけないでしょ。いなければお前たちが捕まえろよ。手段は選ばずにやれよ。これに成功すればお前たちの最大の夢に一歩近づけるのだ。その本の最後のページに私たちの名前が記されるんですね。その通り。本間の歴史を完成させるために立ち上がるのだ。栄光の日は近い。行けお邪魔マン。お邪魔マン。開催開催。トンマのマントの通信ダボット。ぬー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 。間に合った。あら、何を人を呼びつけておいて自分が遅れてくるなんて。いやすまんすまん、ちょっとこれとデートしておったもんでないな。ブレてる暇はないのだ。お邪魔マンたちをよく聞け。まあどうだろうね、この変わりようは。黙らっしゃい。はい、黙った。我が輩の恋人の父上の連れ合いの赤の他人のフランクリンのことは知っておるな。はい、確か高上げして雷が電気だって証明した人でしょ。そこが違う。我がトンマの歴史によれば、アメリカの科学者フランクリンは実は海にいるあの八本足のタコを油で揚げ、フィラデルフィアフライドタコというチェーン店を世界中に作り大儲けしたのである。またそんな無茶苦茶言わないでよ。無茶苦茶お前の顔。まあ、お前たちの任務はフランクリンにタコフライを作らせることにある。なかなか微妙では。ごめんせやぽわ。おうちゃまわが輩のかわいいしもべお邪魔マンよ、よーく聞け。トンマのマント様どこ向いてるんですか。どこって間違っちゃったかな。ぬはん。さて今日の知恵だが、ニューヨークとパリの間に大きな海があるのを知っておるか。そんなの知ってますよ。大西洋ですよ。大当たり。その大西洋を最初に飛行機で横断したと言われる男は知っている。もちろん知ってますわ。常識ですよ。せやな、劇が好き。はい、常識です。リンドバーグです。そうや、そのハンバーグや。リンドバーグです。そんなの常識よ。そうよ、常識よ。二人だって知らんかったくせしてからに。だがリンドバーグはパリへ渡ったと途中で引き返したのだ。リンドバック、なんちゃって、翼よあれがパリの日だなどというのは全くのデタラメで、翼よあれは嘘の日というのが真相なのだ。さあ行け、お邪魔マンよ、栄光への旅立ちだ。はい、たーたー、たー。先輩ダメですよ、ちゃんと音程を合わせてくださいね。どうも、間違ってたです。さあ、もう一度。たーだーちーだー。はい、よくできました。だって難しいのよね。あんた、あれは一番うまかったやろ。それでは、次に本番行ってみましょうか。あ、またトンマのマントからの指令が。なる。我がトンマのマントの可愛いしもべ、お邪魔マンたちよ。今日の指令だが、お前たちはクリミアの天使と言われたナイチンゲールを知っておるか。ああ、監獄のご先祖様っていう。心優しき白衣の弟子、我ら男性の理想像だわよ。心がだ。我が輩が書き記した歴史書によれば、白衣の天使などとは真っ赤な偽り。クリミア戦争の兵隊相手の酒場の天使だったのだ。そりゃ初耳や。しかも酒場の仕事をサボっては兵隊たちと遊んでばかりいたんじゃ。では
直ちに1853年のトルコはクリミアに行き、我が輩が書き記した歴史書通りに歴史を変えてくるのだ。おうちゃま、ではごめんさらば。どんなん長官、またヒネボットがトンマのマントの通信をキャッチしました。なんだと。あ、指令だ、それ。我が輩、上から呼んでも下から呼んでもトンマのマント、さてお邪魔マンたちよ、ここに重大な指令を伝える。ほう、我が輩が書き記した最も正しい歴史書によると、1723年の年の瀬、紀伊の国、つまり今で言うと日本の和歌山、江戸の商人、紀伊国屋文左衛門という男が言っていた。それ、小学校の時紙芝居見ましたわ。あ、違った。家庭教師の先生に聞いたんだったかしら。ほほほほほ。嵐の海を紀州から江戸へ、みかんを船で運んだ男ですわ。そう。だがみかんを運んだというのは真っ赤な言い伝え。じゃあ何を運んだんです？お米、お芋、おリンゴ、おパイナップル、お豆。どれも違う。聞いて驚くな。我が輩の歴史書によればだ、灯油を運んだんだ。というわけで灯油を。ブレー。紀伊国屋文左衛門は一般での取引を禁止されていた菜種油を大量に買い占めて大儲けをしたのである。あ、嬉しい。帰ろ帰ろ、トンマのマントさん疲れ気味なのよ。待て。先輩、待てだそうです。これでも命令に逆らうか。我が輩に疲れなどない。聞いた。行きますよ、どこへでも行きますよ。よいとな、よいよい。ではすぐ出発するがよい。お邪魔マンの明日の栄光のため、行け。お邪魔マン。お邪魔。すごい。せっかくいいとこだったのに、またトンマのマントの通信か。つまんないの。我が輩の可愛いしもべ、お邪魔。お邪魔？おれ、お邪魔マンよ、どこにある。ほら、我が輩が隠れんぼしてる暇はないのだ。さっさと出てこい。トンマのマントよ、よお。聞け、長い間よく私たちを騙してくれたわね。もうあんたとはおごめんさまよ。そうだそうだ、お前なんかトンマのトンマだ、トンマだ、トンマだ、トンマ、ほんまにおごめんしないとは。それよりトンマのマント様から通信が入っております。あら、うん、マントちゃんどうしたのかしら。あんな忙しいのにもう。でのミュージックが鳴っているのにどうしたんでしょう。まだ寝てるのかしらね。愚か者め、わしはここだ。どこ。あ、たたたま、あれあれを見てってください。我が輩の頼りないしもめどもよ、よいか、世の中いつも同じようにことが運ぶと思うなよ。神経は過敏に、番茶は土瓶にだ。では例によってお邪魔マンどもに指令を使わす。はぁ、よく聞け、お邪魔マンたち。今回はお前たちに北アメリカに行ってもらう。時は1869年の北アメリカ。時の合衆国政府は民間鉄道会社に命じて、東部と西部の両方からレールを作らせ、それをつないで大陸横断鉄道を完成させようとしていた。SL だわ、アンティークだわ、セクシーだわ、私大好き、こういうの。惚れ惚れしちゃう。我がトンマの歴史では横断どころか工事は中断したことになっている。決して冗談ではない。お前たちは東西の合流予定ポイントとなるユタ州オグデンの西プロモントポイントに向かい、これを中断させることを命じる。じゃあ行け、お邪魔マン。あ、お邪魔じゃ。かい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 、こんな夜中にトンマのマントの通信だボット。うわ、どうしたんだよヒネボット。あ、大変だ、トンマのマントの通信だ。なんじゃこんな夜中に。長官、トンマのマントからの通信です。なんだと。僕ちゃん家出しちゃうんだもん。1980年の統計は新宿へ行ってディスコで遊び狂っちゃうんだ。イエー。
遅いではないか。セコビッチが行方不明になっちゃったんですよ。ずっと探したんだけどどこにもいなくって。セコビッチなどほっとけばよろしい。とにかく手短に指令を伝える。今週はあの義賊と言われたネズミ小僧ジオ吉は実は義賊ではなく山奥でネズミを取って暮らしていたということだ。アントロメダマゴ発進。セコット。よいかお邪魔マン、今回の任務は信玄の救出を妨害することにある。我が輩の力で上杉軍を一撃のもとに滅ぼしてやろうとしたのに、信玄はあくまでも自分の力で天下を取ると抜かしおった。しかしそれが武将というものじゃないのかな。黙れ無駄口マン。バチ、悪かったな。生意気な奴はとっちめるのが一番でな。我が輩の手で信玄を宇宙へ追放したのだ。科学力を知らぬ信玄は未だに自分はさらわれたなどとはさらさら気づかず宇宙のある場所に茶碗とおるのじゃ。まもなく大将を失った武田軍は上杉軍にめっためたに潰され、うぬぼれ信玄は思い知ることだろう。今日こそ失敗は許されん。行けお邪魔マン。お邪魔邪魔。かい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 。もしかしてもしかしたらトンマのマントがまた悪だくにしたでぼっと。ニャハハハハハ。我が輩だ我が輩だ、宇宙のアイドルトンマのマントである。まあトンマのマント様、こんなところまで現れるんですか。煙のように現れて指令を伝えて去ってゆくのが我が輩の務めだ。さて本日は探検家で宣教師のリビングストーンが最後のアフリカ探検を終えて無事寺の村へ帰ることになっておる。あ、そのリビングストーンなら知ってるわよ。一生このアフリカで過ごした人ね。だからがどっこい。我が輩の核あるべき歴史書によると、リビングストーンはビクトリア滝で象の墓場を発見して、その象牙をイギリスに持ち帰り大金持ちになったことになっておる。そんなアホくさん。黙らっしゃい。リビングストーンに象の墓場から象牙を運ばせるのがお前たちの仕事だ。では諸君の成功を祈る。ごめんさろ。かい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 。レバッチャーどうしたの。トンマのマントの指令だわ。またか。途中お見舞いお邪魔マン。この夏休み中お前たちが使命を忘れぬよう宿題を持ってきた。そんな学校じゃあるまいし、宿題なんてやーよ。そうよ、夏休みぐらい足ばしってよ。うるさい。お邪魔マンに夏休みはないの。さて今日の指令だが、我が輩の歴史書によれば本日富士山頂に花火が打ち上げられるとある。え、今日ってトンマのマント様の歴史書は過去のことだけじゃないの。それが素人の浅はかな考えだ。我が輩の歴史書は未来のことまで書いてあるから偉大なのだ。さっさと行けおり。お邪魔。